静岡支部サンキューさん池田博美です。お願いします。お願いします。この勝利者インタビューでもいただいた琴丸でしたっけ、琴丸にサインを、はい、ありがとうございます、はい、してぜひ誰かもらってください。いや、私のファンがいるならばファンの方に、はいはい、服部さんとももちゃんが出てるのは見ました、はい、やっぱ知ってる人だったので楽しかったです、はい、釣りの見ます、はい、はよく見てます。いや、もうどっか旅行って釣ってるのとか、まあそうですね、釣りをしている動画です、はい、か海の中の海中動画とかを見たりしてます。釣りいろはさんとか、まあ、他にもいるんですけど、はい、海釣りが基本です、はいはい、今はアオリイカですけど、でもその時期に釣れるものをいろんなところに行って釣る感じですかね、はい、船では釣りはあまり行きません。やっぱりアオリイカの3キロアップ釣ったのは楽しかったですね、はい、通常2キロアップを釣れたら非常に嬉しい、はい、2プラス1キロ、はい、私イカアレルギーなんで、人にあげるんですけど、まあさばけます、はい、うん、でもそれが徐々に、昔アナフィラキシーショックばりになったことがあったんですけど、宿舎だとエビやカニやタコやイカ、まあ、それがアレルギーなんですけど、まあ、ほぼ毎日出るんで、きっとエキスを少しずつ取ってるんで改善されてるのか、食べてももう実際平気なんですよ。だけど怖くてあんま食べないっていうだけで、なので干物にして食べたりすると美味しいなとは思ってますけどね、はい、後藤隆義さんはよく会います、はい、現地で。この間後藤さんはクラゲに刺され救急車で、言っていいのかなまあ救急車っても自分で救急車で乗らされていったっていうぐらいのレベルなんですけど、はい、まあそんな感じで楽しくやってます、はい、レースは握って頑張ってるんですが、ダメな時もあるんですけど、これからもよろしくお願いします。決めポーズ、みんな例えばどんなんやってるんですか。あー、なるほどなるほど、これでやったら音入んないですよね。いや、一応音は拾えるんで。あ、そうなんですか、はい、はい、いいですか、適当にやっちゃって、勝ち釜わかるかな。じゃあこれ、いただきます、はい、はい、お願いします、はい、ありがとうございました。